こんにちは、ガスパと申します。よろしくお願いします。セキロ続きからねやっていきましょう。前回ですね、このセキロさんの育ての親とでも言いましょうか、もう第1話のムービーでも出てきてるんですよ。幼い頃のセキロさんをね、戦場で拾って、そしてここまでの凄腕忍者として育て上げてきてくれました大忍びフクロウという方がですね、戦いを挑んできました。で、負けてしまったので、今回はそいつをね倒していきましょうか。行こう。いやでもちょっと待って、俺そこそこお金持ってるんだよね。2100も持ってるんだよな。で、多分例のごとくね、私何回もやられると思うので、このお金をちょっと義手人具をちょっと作成してこようかなと思いますわ。おい、お前まさか死ぬ準備ができてるっていうのか。ちょっと待ってくれよ、死なずの半兵衛。え、マジで言ってんの？ちょっと声かけてみるわ。ようやく行ける。ガチやん。おいばらを切れなんだ無念、ようやく覚悟は変わらぬか。ああ、そこもとに切られたいのだ。承知。さあやれい。マジで言ってんの？え、うわ、マジで言ってんの？ちょっと待って、なんでなんでなんで。いや、ガチじゃんお前それ。赤いやつ印刷できるマーク出てきちゃったじゃん。ちょっと待って、不思議って出ちゃうよ。いやでもさ、俺お前にものすごいあれ世話になったじゃんか。このね、セキロを始めて、まあ、分かんなかったんで、弾きとか立ち回りとかさ。で、そんな中お前はいろいろとさ、チュートリアル的なこともやってくれたし、模擬戦みたいなこともやってくれたじゃんか。それなのに今こうやって殺せるのかお前。いやそれは違うでしょ。だっ、さらば半兵衛。死なずの半兵衛がなんか置いてったぞ。てかお前規制されてたんか。そりゃそうだ。え、これ何、拾えんぞ。え、拾えない。ちょっと待って、アイテムねえし、ここ何があるのよ。一回も会ったことないんだけど。おい、そしてこのアイテム拾えませんけど。ちょ、またバグですかこれ。アイテム拾えないんすは。ちょっとマジでアイテム拾えないんすけど。いや一旦セーブしよう。はい、じゃあまあこんな感じでいいかな。あの義手作成しようとしたんですけど、お金はあったんだけども、ちょっとね素材が足りなかったんでできませんでした。なので銭袋を買って置いときます。これでやられても大丈夫でしょう。で、このね長い旅で手に入れてきたこの忍術をね、あのクソ親父にお披露目してやろうかなと思いますよ。で、まあアイテムはこんな感じでね。で、あの裏で進めてて、これ手に入れたんですよ。あの攻撃力と体幹攻撃力強化するというものを私手に入れましたので、これを装備して、あいつに向かいたいと思います。はい、参る。さあ、さがたぶりよな。おい、強いな。うわうわ、ありえんわ。ちょっと待って、お前、まあどうせ負けるだろうから、ちょっと待って、お前の攻撃方法をちょっと勉強させてくれ。なぜガードできない。親は絶対逆らうことは許されん。体感ゲージを消費するか、地道にダメージ与えていくかだよな。なんでこれ。うわ、ほらドヤ顔でそれ投げてくるから。あ、それはね、あ、これ確実に一発入るね。はい、どうだこれは。うわ、なんでそっち行った。あー、回復使えねえし。強いな。年寄りは黙って、隠居生活でもしてな。あー、それも隙だらけだな。それもいけるぞ。さあさあ、かかってきたまえ。年寄りは黙って年金生活でもしてるんだ。引導渡せ、世代交代の時よ親父。おお、危ない危ない。はいはい、
さあ、隙だらけだ。うわ、危な。飛び込んできて、カブト割りしてくるやつ、あれ狙おうか。それ来て、はい、手裏剣来て、ああ、違うな。あ、それもいいね。それも結構隙だらけだからな。やろう思えばやれると思うんだ。そう、それ。はい、回復したい、回復したい、非常に回復したい。 OK、 使えるようになった。はい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 、2回飲んどこう。 OK、 なんで。何それ、お前、去り際に、去り際に爆竹巻くか。うら、嘘、え、終わったよ。おお、あ、かっこいいね、手合わすところ。こう攻めたらいけんじゃない。今の避けたって、避けようとしたけど兜が邪魔。いや、あ、結構穴を見つけたかもしれない。そうでもない。あ、いいよいいよ、もうこれ、うわ、めっちゃ切られた背中。久方ぶりよな、3回目じゃ、今日で3回目だお前か。あ、いや、他のボスだったらなんかステージをうまく利用したはめ方があるんだけどね、もう完全にガチだもん、このステージが。もうもう何？俺の月を見切ったのか。やるな。俺が散々いろんな敵にかましてきたやつ、お前もできるんだ、やはり。やべえ、威圧感が、威圧感がすげえもん。見て、もうオーラが違うわ。やべえ、できる忍びって感じ。もう先生って言いたくなる。わあ、すごいな、コンボがうまいわ。それ、おお、な、手裏剣を弾いてもな。カメラカメラカメラ、このカメラよ。ダメだ、守れておらん。ダメだ、月は効かねえ、完全に見切られる。よっしゃ、じゃあちょっとガンガン攻めてみようか。だ、これは完全にね、俺の美味しいとこだ。ああ、やっべえ、お、聞いてね。なんだ、びっくりさせるだけか。いいよ、もう回復なんて使う、使いて。おい、ほら、おい、どうだこの忍術。あ、いいね、これ後ろ取れるから、なんかあったらこの後ろ取ろう。あ、もうそれはね、もうサービス。あ、なんで。うわー、間違えた。突きしちゃいけねえんだよお前、ついつい突きしちゃうわ。所詮は、おはははい、オッケーオッケー、これで、確実に後ろを取る。来るよ。カメラカメラカメラ、マジでマジでカメラ、もうもう困るわカメラ。あ、勝った。あ、一発目か。カメラカメラ、ちゃんと働いて。はい、一つ。ジジイは黙って年金生活。
どうした？は？え、何？どうした、どうした？なんだ？苦しいぞ。何？は？育った。なんだ今の？詐欺じゃねえかお前、ただの俺俺詐欺じゃん。ああもうほらカメラ、カメラよ。カメラが全く役に立たない。このセキロのね、唯一の減点のポイントっつったらもうこのカメラ。マジうぜえ。2段階目から毒使ってくるんだったらもう毒消し使ってこう。でこれ使ってる暇な俺ないと思う、マジで。カメラカメラカメラ、マジでカメラ、もうカメラよ、カメラって。マジでもうカメラうぜえわ、カメラに殺される。本当にすげえすげえコンボ、コンボが気持ちいいわお前。もう攻めよう攻めよう。何これ何これ、煙幕かてめえ。ほほっ来た、はい、これもううわ最悪。もうほら回復したらめっちゃ間合いついてくるの分かってるかのように。くそー、この傘いけるんちゃん。ほらほらほら全然効かねえこの傘の前じゃ。お前の手裏剣だぞ、一つも効かんぞ、来いあれ。この距離、この距離を保てばあれ来るんだよ、2回手裏剣で上から。いや 2回だっつ。あと少し、勝った。はい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 、これね、はい勝ち。勝てるんじゃないの、一回も負けてないし、回復いっぱいあるし、切りガラスあるし、あこれは確実に入れていこう。こういってこういってこう、はい確実にいけるよ。待て待て、慌てるな慌てんな慌てんな、よし。危な危な、今超怖え、マジ怖え。うんカメラカメラカメラ、マジで。おいアホアホ、待て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 、カメラ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 、ロックオンしてロックオンしてロックオンして、マジでマジでロックオンして。絶対勝つ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 、ああ負ける、負けそう。いやマジでちょっと待って、マジで頼む、俺これ使っちゃおうかな。全回復する、全回復しとく。いや火器なんてやってる場合じゃねえ、これですよ。食うか、完全に勝つ、絶対勝つ、絶対に勝つてめえ。ジジイは黙って年金生活にもしてらがれ、世代交代だ袋や。これかカメラ、カメラ来た、よしよしよし。はいいよもう、体感ゲージは狙ってないから、体感ゲージ狙ってないから俺は。お前や勝ったジジイ、黙って年金生活してやがれよお前は。駆け落とし見事、何忍殺不思議にしとこうぜ。そいつもうやっと倒したわ、やべえ手に入れた、そして殺してしまったぞ親父を、いっぱい手に入れた。ちょっとセーブさせて、もう怖い、もう手に汗握ってる、もうリアルに。はい休息します、進める。強かった、強くはねえけど集中力だよお前たち。待って、俺いろいろ話したいことあるの、その前にお主に尋ねたいことがある。はい何でしょう。城の裏手の桜についてだ。トコザクラのことですね、タケル様が
故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが常桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。はいはいはい、そういうことね。てかなんか変な桜みたいのもらったよ俺。でちょっと巫女様見せたいものがいっぱいあるお前に。狼。おご無事で何より。袋を切りました。すまぬ九郎様。すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼ありがとう。父がこれを持っていました。これは常桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の光に近づきました。ああそうだな、狼よ。いやちょっと不思議に見せようぜ。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は常桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが常桜の枝を倒り持ち去ったと言います。ふん、誰がそのようなことを。うん、失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。ぎょい。不思議よ、案ずるな。深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。でこれで巫女様の血を。目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。なんで胸切るの。結構これ腕とかでいいじゃんか。なんで胸切るの。源の光輝か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いとそれから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが、かぐわしく腰入れ立てまつる香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん、そなたは源の光輝をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。ギョイ。ああ、それであのゼルダみたいなところに行けば行けるのかな、きっと。なんか変わってる？何も変わってないじゃん。あれ？あ、なんか、なんかあるよ。え？ここに節切りを置いて？あ、いいね。やっぱいいね、日本って和っていいよね、本当に。もう何回も言うけど。何これ。
え、ちょっと待って、終わったやん。なにこれ、縄？え、こんなの相手にするの？絶対フクロウより強いやん、こんなの。わら人形や、ただのわら人形や。五寸釘刺さってるし。え？嘘やん。いやもう赤狼さんやっぱ強えわ。あ、でもちゃんと不思議り持ってるし。何、いけるのお前。危な、なんだよ、ここ行けばいいの。じゃあアイテムあるな、あれちょっと取らしてよ。アイテム、お前どこが頭、これが頭か、でこれが右腕ね。でちょっと待って、アイテム取りたいわ俺。ここ、はい、アイテム、弾薬、普通のアイテムだな。お、なんだここ。あー、いいね、すごい綺麗。探検したいわここ。でとりあえず、はい、解放しとこう。でまあ一応休息もしとこう。おー、いいね、わー、いいね、いいステージ、もう好きだわこういう。あ、お前破壊ぞ。しかも3回ニンコロ決めないといけないのか。お前、待って、お前の攻略法は知ってるぞ俺。こいつオリジナルだよね、オリジナルのやつだよね、現実じゃんやつ。まあ、爆竹やって、爆竹とあとあれだよ、握り灰、これさえあれこいつ殺せるんだ簡単に。お、殺された普通に殺された。あ、来たね、ほらここだよ、来たよ。でここ満帆になったし、多分ラストステージでしょうセキロの。いやー、いいね。じゃあちょっと今回終わりにしよう。でも一つ俺確かめたいことがある。はい、じゃあ今日はここまでにしときますわ。大忍び袋無事倒せたということで、そしてこのさ、死なずの半兵衛が置いてくれたこの遺産よ、取れねえし、あの四角ボタン拾うっていうコマンドも出てこねえんだよ。なんなんこれ。まあ一回ここでゲームやめて、またね電源入れて始めてみるけど、それで取れなかったらね、もう本当何なんだろうと思うんだけど。これもバグなんか。まあええわ、疲れたんで終わりにします、さよなら。